ご無沙汰しております。黒瀬信明です。皆様にご報告がありまして、動画を撮っております。私、黒瀬は来年の1月19日が告示となります、埼玉県の戸田市市議会議員選挙に無所属で立候補することに決めました。政党や団体や企業からのご支援というのは一切ありませんので、ボランティアでご協力してくださる皆様の有志だけが頼りになります。ぜひ私に皆様のお力を貸してください。概要欄に私の電話番号や、メールアドレスを載せておきますので、ぜひそちらの方からご連絡いただければ幸いです。来年の、戸田市議選に向けて全力で活動をやっていきたいというふうに思っておりますので、皆様何卒よろしくお願いいたします。また、今後は YouTube や X などでも活動のご報告などをさせていただきたいというふうに思っておりますので、ぜひ皆様チャンネル登録やいいねもよろしくお願いします。本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。